はいえっ、ー、と,、えー、とえのき峠からですね上福院を経由して、えー、さらにえのき峠に回って で戻ってくるえのき峠を越えましたらですね、えー、しばらく、えー、今度はまたトレイルに入ってですね上りを上っていくんですけれども、まあ、ここはですねしばらくは、えー、舗装された道をてくとく登っていく感じになりますねでこの先、えー、とカクンと左に曲がって、えー、それから、えー、トレイルが、えー、長いですね上りが上りがずっと続くトレイルがあるんですけれども林道に出るまでがですねやっぱり結構ガ の区間というかですね、車道もそこそこあって場所によってはこのロープに手をかけて登るような場所もあったりとかするので結構難しい地形難しいというかこの足に負荷をかける地形なんじゃないかなと思いますね。ここをですね、えーとオード オー路の場合は、これを左に曲がるんですけれども、上腹院から帰ってくる袋の場合はですね、この正面向、向こう側から手前に向かって降りていくような感じのルートになります。で、今回はオー路なので、左に曲がって、適て々て登っていくような感じになりますね。この辺はまだ、えっ、ー、と、舗装されているような道なのかなで、これから、あ、今もう土になりましたね。土の道になって、今こう、尾根に向か、尾根をこう、尾根に沿ってどん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 ,どん登っていくような感じになりますかね。 でこれまだ潮根なのかなこれから、えっ、ー、と、尾根に乗るとシャドウが緩やかになるんですけど、そこからまたぐっと、えー、登っていくような形になりますので、この区間がですね、やっぱり、 まあ4時間半のペースで行くような感じだと、まあ、えのき峠到着が1時間半、もしくは1時間半弱ぐらい、80分ぐらいの到着になると思うんですけど、そこでですね、その、ここに行くまでの区間で、まあ、足を残せているかいないか、補給はちゃんとできているかっていうところで、この上りの区間のペースっていうのが、ほぼほぼ決まってしまうんですけれども、えー、まあダメージ、こうオーバーペースで入ってしまって、で、足を使ってしまっている。 いうようよな状態しかも脱水までしちゃっているような状態だともう相当このもう一歩一歩がもうテク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 こうなかなか進まないような状況ですねこの辺とか特にですねロープに手をかけて登っていくような地形になりますので非常に登りづらい足が、えー、上げにくい結構足を上げていくような地形になっていきますので結構、えー、負荷は大きいんじゃないかなというイメージですよね。 まあここで今、オーにポンと乗ったので、今、緩くなっていますね。ここで、パンって走れるか走れないかで、チャンネルスイッチを切り替えられるかっていう部分でも、結構え、え何ですか、タイム。 で、が左右する部分でもあるので、ここはですねきえ、きれいにスイッチをパチンとこう入れてですね、走って、えー、トン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 登っていっていただきたいなっていう感じなんですけれども、ここちょっとあの、えあの本番前はですね、サインがあるんでわかるんですけれども、1月とか2月ですね、サインがないタイミングの時期にこうしそうに来ると、あれこれどっちだっけって、えー、っと若干迷いづらい、わかりづらい場所がありますので、そこをちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。で、まあこれはですね、大会2週間 前に撮影した映像なので、もうほぼほぼ大会と同じコースをたどっていけるルートになっていますので、レースを本番直前に控えている方はですね、非常に参考になるルートだと思いますので、参考にしていただきたいなと思います。 ここからの登りがまたね、きついんですよね。なかなかやっぱこう疲れた足には相当応える登りではあるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、えのき峠までの補給、え給水は、まあ、とにかくもう、えっ、ー、と、丁寧に丁寧にやっていくことによって、この先の、えー、区間タイムっていうのが飛躍的に伸びるんですね。で、えのき峠まで来て、で、えっ、ー、と、来殿山まで登ってしまえば、もう、あとはもう、何だろ エスカレータータ的にというかですねもう自動的には下り基調になっていきますのでまあ、若干三方山の上りでまあ、きつい部分があったりとかするんですけれどもまあえのきえ峠を過ぎて来栄山までがやっぱり我慢のしどころっていう感じですねなので、えー、僕的にはその、えー、スタートからえのき峠までは温存してでその先でちょっとこうパワーを使って足を体を動かしていってで またえのき峠に戻ってきた際にこう足がちゃんと動けるような確認を動けるようにの足を残しておくっていうことがポイントになってくるんじゃないかなと思うんですよね。 なので、この行きの、えー、えのき峠まで行く、スタートからえのき峠までの三峰山から来礼、えー、山、えのき峠ですね、の区間と、そのえのき峠を、を、えー、袋のえのき峠から三峰山までの区間、ここがやっぱりポイントになってくるんじゃないかなって、ここの足の使い方、ここで足が残っているかいないかで、えー、だいぶですね、おそらく10分、20分は普通に変わってくる、下手すると30分ぐらい、えー、時間差が出てくるんじゃないかなっていう感じになりますね。 はいえー、ここで林道到着しましたね。この林道に到着したらこ左に曲がっていく感じになりますね。で左に曲がっていって、えー、しばらくここ林道を進む感じになります。で林道まあこう進んでいってですね。えー ここはまあ道沿い。まあこの辺の林道はもう全然普通に走れると思うので、ここは走りましょう。えー、走れないような感じだと、結構この後の展開も結構厳しい。特にそのえのき峠に降りてからの登りで相当やられる感じになるので、ここの林道で走れるか走れないかっていうのは結構ポイントになってくるんですよね。なので、え、まあ足のダメージの具合を測る上でもちょっとここは走ってみたい感じですね。 はいえー、ここからまた一回林道から、えー、トレイルに入っていきますね。で、ここ左に入ってトレイルに入ると、もうここまで来るともう間もなく上福院というイメージですね。えー、あの僕の、まあ、イメージだと、まあ、ここ、えー、と林道からさらにまた、えーと トレイルに入ったら、もう間もなく上福院到着っていうようなイメージになるので、まあ、皆さんの頭の中でですね、まあ、イメージとして、あここまで来た、やっと上福院に到着するなっていうイメージで捉えていただければいいんじゃないかなと思いますね。で、ここのシャドウも、まあ、足、そこそこの、まあ、残っていればそんなに辛い登り、下手すると、まあ、走れる上り、 でもあると思うんですけど、まあここはですね無理せず、えー、一歩一歩歩きで、えー、登っていっていただきたいなと思いますね。まあでも4時間切るようなペースでなければここはまあ登歩いて登っていいんじゃないかなっていう感じですよね。まあるいと言ってもまあそこそこシャドーはある感じなので、まあ、走,って登れるこ走って登るこう走って登る こうテクニックがある人は普通に走ると思うんですけれどもその上りのテクニックがまだそんなにこう得て得得してない方。 は、ねまあ、結構難しいかなと思いますので今ちょっと手前に分岐があったんですけどそれはこう右に曲がっていく感じですね、まあ、大会直前であればえサインがあるので迷う、まあ、ことはないと思いますけれども、えー、大会前、えー、直前であれば1月2月の思想の時はよくあのサインがなくてあまっすぐ行っちゃったあこっちじゃねえやって迷、まあ、う部分ではあるんですけれどもあここはもうですね走れる感じですねこの走れるトレイルるいトレイルになったらまもなく、えー、上福院の階段が見えてくると思います えー、間もなくです、ね、あここですねここが上福院の入り口になります。この左の階段を上って上、えー、福院に、えー、向かって、えー、折り返し地点ですね。ここで、えー、鈴だからお守りだからあをもらって、えー、戻ってくる感じになりますね。でここはトン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 って上っていただいて、えー、ここの先のこのリージャーの前ですね。ここで、えー、お守りをもらって。 で往復道に向かっていく感じになります。はい、えー、今度はですね、袋になりますね。えー、上福院から、えー、今度は湯木峠に向かって、今度は下荻町。 なりますね、えー、実はですね、このえーとえー、とのき峠から上福院に来るルートと上福院からえー、のき峠に向かうルートって実は違うんですよ。こうぐるーっとなんかラウンドで回るようなイメージなんですけれども、なので階段を置りたら左に降りていくんですね。で、この降りていくルート、えー、結構雨の時滑りやすいので気をつけていただきたいなという感じですね。でここ林道横木 でそのまままっすぐ進んで、えー、またトイレに入っていくような感じですね。えー、これやっぱ赤土なのかな。えっ、ー、と雨の日とかですね、路面が濡れている時はですね、非常に滑りやすい道になっていますので、ちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。このえっ、ー、と。 シャドウもそこそこ急なんですよ。なので、このぐわって下がった時に、こので石がゴロゴロしてたりとかもするので、結構この石が転がって、ずルンってこう、転んだりするような場面もあったりとかするので、あとはこの段差もね、結構そこそこドカンドカンと降りるような場所があったりとかもするので、ここはですね、ほんと、ここの下りはですね、何箇所か危ない場所があるので、それちょっと気をつけていただきたいなと思いますね。 で基本的にやっぱりこの下りをやっぱり、えー、上手な人はまあいいんですけれども、下りにそんな慣れていない方とか、あとはその初心者の方はですね、やっぱりこの下りの区間が、この上腹院からの、えー、下りの区間が結構やっぱネックになる部分でも、なるので、まあ怪我のリスクもですね、高くなってしまうので、まあここだけのためにっていうわけではないんですけれども、やっぱりそこそこ,こうグリップ力の高いシューズを履かれた方が、えー、安心して下れるんじゃないかなと思いますね。 でこの日はですね、えっ、ー、ホカっていうところのです、ね、スピードゴート5っていう新しいモデルを履いていただいていたんですけれども、やっぱりこのグリップルが非常に優れているシューズで、でなおかつこのクッション性が高いシューズなんですよね。でこの区間っていうのはこう滑りやすいし、この石のな攻撃性も結構あるような感じで、足裏を結構痛めるような、えー、ルートだったりするんですよね。なのでちょっとここは気をつけていただきたいなと思いますね。でここ、えー、林道に出たら 二回目の林道ですね。林道に出たら、こ右に今度進んでいきますね。正面ではなく、右ですね。正面道ありませんので、こう右に進んでいきます。で、この林道がですね。実は、あの下りではなく、上り基調なんですよ。で、しかもですね。途中から車道も上がって、これ走れねえよっていうような。まあ、そこ、まあ、極端にこうグワーンと上がるわけではないんですけれども、まあ、当然、この十五キロぐらい、十五キロ、十五キロ走った足で。 この林道を登っていくということになるので、なかなかですね、足の負,、えー、と負担が大きい状態で、この林道を登っていかなければいけないという状態ではあるんですけれども、で、この林道がまあ2キロぐらいあるのかなで、ちなみに、えのき峠から上福院までの距離が2キロなんですよ。で、えー、上福院からえー、とのき峠に行くルートっていうのは、実は4キロ。 あるんですよね、まあ、上りが2キロ、下りが4キロ、まあ、下り基調なので、そんなにこう、差異はない感じなんですけれども、まあ、その分なんか緩やかにこうアップダウンを繰り返しながら、下り基調で置いていくっていうようなルートなんですけれどもで、ここの林道はですね、できるだけ走り通していただきたい感じですよね。<laughs> ここら辺からですね、上りのシャドウもきつくなってですね、皆さん結構ひいひい言っているような感じだったんですけれども、まあより 4時間を切る。えー、4時間。 以上ですね。4時間サブ4以上のタイムラインを狙える方、狙う方であればですね、ここは走り通していただきたい、えー、パートですよね。ここはしっかり走り通していただいて、まあ、ここを走れないような状態だと、この後のえのき峠から、えー、ラ電山の区間も相当苦しむような状態になると思いますので、だから逆にこの、うわ、この林道走れねえ足やばっていう人は、このさえっ、ー、と、この先ですね、こう、タイムが垂れる可能性が、 非常に高いという感じになりますので、えのき峠からこのタイムですね、非常にこう逆算していくと結構、えー、多分ラダだダだだとタイムは下がっていくんじゃないかなというイメージをしていただく。 ことでじゃあ、だったらどうせそこまでにしっかり足を回復しておきたいなって、逆にこう意識して、補給とか水分補給とかをじゃいじゃん取っていっていただきたいなと思いますね。で、この林道の途中からですね、左に曲がるところにあるんですけど、ここから一回トレーンに入る感じなんですね。で、この林道からトレーンに入って、 で、次のまた林道に出るまでの区間っていうのが、えー、非常にこの区間がですね、テクニカルな区間なんですよ。えー、青梅高見るトレード段の、えー、一番テクニカルな区間といっても過言ではないぐらいの、えー、非常にテクニカルな下りが、えー、多々盛り込まれているルートになりますねで。具体的にはこのどういう感じなのかっていうと、まあ、ゴロゴロ石が、えー、転がっていたりとか、大きい段差があったりとか、高い木の根っこはこう、縦、え、横、ー、無尽にこう、えー、生えているというような 感じそういう中をですね足をこう割とこう上げる感じでこうまたいでいかなければいかないかったりとか足を下ろしていかなければいかないっていう場所があるんですねでやっぱりこう足を痛めてる状態だとなかなかその高い段差がこう 下ろせなかったりとか、えー、着地がうまくできなかったりとかで結構こう怪我のリスクっていうのが高まってしまうのでこの辺の区間はですねちょっと気をつけていただきたいなと思いますねでこれえっ、ー、とちょっと今わかりづらかったかもしれないんですけどこう左巻きにこう左に曲がっていくような感じなんですねまあまあ、大会というのは当然この同票があるので、まあ、大会に近い 3月以降も、まあ、動票はしっかりついているので、間違うことはないんですけど、ちょっと間違いやすいポイントなんです、すここは気をつけていただきたいなと思いますね。で、今、この林道に降りてきましたね。え、道、普通の道、こうコンテクリートで、まあ、そこそこシャドウも強い下りなので、まあ、これはちょっと気をつけていただきたいなって思うんですけれども、まあ、足の攻撃性が非常に高いので、まあ、足が終わっ ちゃってる方筋肉が結構疲労が溜まりまくっちゃってる方なんかは膝に負担がかかりやすくなっているので気をつけていただきたいなと思いますね。慎重に慎重に足を置いていくイメージ、ソフトに足をタッチしていくようなイメージで今のコンクリートの下りを下っていただくといいんじゃないかなと思いますね。で、ここ途中でですね、自治会館があって、この上りが左右にあるんで、ここの上りの間を進んでいく感じですね。まあ、何年か前はここに 数年はもうないないようなイメージのことを言っていましたね。で、ここえっ、ー、と自治会館の脇を通って、ここからまた少し、えー、舗装路をこう登っていく感じ。で、この先ですね、えー、民家のお庭を通過させていただいて、トレイルをこう登って で、すねでこれ、あの、本番のルートはこのルートを使うんですけれども、えっ、ー、と、3月以前ですね、1月、2月とかの思想、えー、の時期はですね、ここの区間が通れなくなっていますので、えー、3月以前の思想、えー、される方は、えー、そのままですね、こう自治会館の脇を通らずに、まっすぐ降りて、で、えっ、ー、と、国道、県、都道を、えー、こう、ぐるっと、えー、周回して、えー、登っていく感じ。また、そこのね、登り返しが、えー、つらかったりとか、 するんですけどねこのお庭をですね、えー、とことことこと通過させていただいて、ここからまた山道に入っていくようなイメージですね。で、ここからの上りがまたちょっとね、辛いんですよね。結構、シドウがそこそこあって、まあ、えっ、ー、と、道も。 だいぶ細くなって、えー、追い抜きができないような、え、ぐらい、えー、結構細い道だったりするんですけど、まあ、この辺まで来ればね、そんな、こう、後ろがガンガン詰まるような状態ではないと思うので、まあ、自分のペースで登っていただければいいかなとは思うんですけども、ちょっとまあ、たまにね、ちらっと後ろ振り向いて、後ろいないかなとなんかその辺の気遣いぐらいは、まあ、意識していただければいいんじゃないかなと思いますけれども、で、間もなくですね、あ、ここですね、ここが、えっ、ー、と、えー、オードの場合ですね、 でこう榎本家を登ってきた時はこう手前を向こうからもうこっちに来てでこ,れみえこっちの方向ら右に登っていったんですけどもう手前から今度は正面に向かって下りていくような感じになりますね。 ここを降りていただいて、まあ、しばらく進むと、えのき峠っていう感じになりますね。まあ、ここからは、ほぼほぼ下り基調、うん、全部下り基調かな。下り基調で進んでいけるので、しっかり進めると思います。ここもですね、分かりにくいんですけれども、この右の方を進んでいただく感じになりますね。で、こうね、また一旦トレイルになって、 で、こう、ぐわっと降りていくと、この辺もね、ちょっとね、雨降ると滑りやすい地形なので気をつけていただきたいなと思います。はい、えのき峠、到着しました。で、ここから反対側の、またトイレに入って、来電山に進んでいく感じになりますね。えー、あとちょっとですね、頑張っていただきたいなと思います。